はい、おはようございます。今日はソフトボールのローカル大会2日目です。1試合目は、リバスのトップチーム対、2軍のチームです。はい、以上。紫のシャツの方が、リバス2軍で、1軍のトップチームは白いシャツです。あれでもこのピッチャー昨日トップチームで試合出てたな。ファーストとピッチャー出てたな。おー、中村晃ってよく取ったな。ナイスだ。おー、どうなる、どうなる。どうした、アウト。あ、アウトだ。おー、抜けちゃった。1試合目終わりました。結果は8対1かな。はい、まだ試合あるんでもう少し取っていきたいと思います。ローカル大会に行って全部終わりました。まあこの大会の位置づけとしてはね、これからシーズンに入る、まあマドリードだけじゃなくていろんな地域にあるソフトボールのチームが、リーグ開幕前の、まあ、実践的なね練習も兼ねた、まあ、試合ですね。試合することで、いろいろね練習でやってきた成果であったりとか、まあこれから練習でやっていかなきゃいけないことっていうのはね見えてくると思うので、まあいい取り組みかなと思います。まあこうやってね今日もソフトボールのうちのチームの選手の活躍とか見てね、やっぱり刺激受けますよね。うん、僕もまあこういう風にして、頑張ろうとか、まあ彼女らのねプレーを見てやっぱりいい影響を受けると思います。はい、というわけでまあ僕もね今週からまた練習頑張りたいと思います。ご
長ありがとうございました。スタレゴー。